はい、こんにちは、こんばんは、白銀の鳩です。今回は編成のこのおすすめサポート編成ですね。これが期間限定でちょっと追加されているということで、まあ、ちょっと見ていこうかなーって思うんですが、なんか、ところどころ、どういう感じ？あー、なるほどね。あ、こういう感じで、ここ、ちょっと難易度高いよーっていうところに対して、まあ、いろいろとサポートすることができるよっていう機能が追加されたという感じです。どうなんだろう？じゃあちょっと見ていこうかな。まあ、個人的にちょっと難所だなーって思ってるところいっぱいあったりするんで、そこ見ていこうかなって思うんだけど、あ、すごい！あの、これネタバレになってるね。あの、何と戦うのかっていうのが全部ここに書いてるから、ああ、そういった意味では、まあ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 っていう感じが、はいはいはい。まあ、けどそこは置いといて、ちょっと待って、あの難所って書きながら全部のやつにある？これもしかして全部のやつにあるな。どこがどうだったっけな、正直全然覚えてないんだけど、確かね、まず一つ目、最近難所と言われているのはモードレット戦なんですよ。ここだったっけな、確かここね、俺の記憶が正しかったら宝具毎回毎回打ってくるんで耐久できるアーチャーが欲しいっていう感じなんだよね。で、耐久できるアーチャーが欲しいってなった時に、まあ素直にレベル順になってたわ。アーチャー持ってきて、まあぶっちゃけ誰でもいいんだけど、けどまあ、あそこぐらいの難易度だったら、正直ギルガメッシュドーンでぶっ飛ばせる気もするんだけど、まああれかな。安定性上げていきたいとか思うならば、ここら辺は耐久スキルないからどうしよう。なんかこう見るとあれだな、結構あーって思うことあったりするけど、あ、ここでよくない？孫市ちゃん、孫市ちゃんだったら回避持ってるし、ちゃんと宝具の火力も出してくれるから、 NP50% 霊装とか置いといて、何これ、え、なんかいろいろできるらしい。バトル終了後、耐久、で、速攻、敵が、なんかある？宝具！おー！こうやってできるんだ。おもろ！おもろってめっちゃ思ったんだけどさ。いや、すっごっ！うわ、なんかすごい。なんかめっちゃ大変そうだねって思う。で、これ、ちょっと待って、これだったら、回避を持つサーバントで攻略しようかな。こっちの方がいいかもしれないね。あ、これだったら分かりやすいかもしれないわ。はい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 。で、まあ1とりあえず置いといて、どこだろうな。芯とかちょっと難しいところあったよな。あ、来ました、このマジ難易度が高い、これあれ、 A 市長 VS 関心戦ね。これ本当に強いんですよ。じゃあこれどうしようかな。いやけどここはね、マジで、俺、天草が最強って思ってて、強化解除ドーンしていくだけで相手やられるんだよね。だから、じゃあ天草四郎でもちょっと持ってっか。天草四郎で、まあ、とりあえず NP50% 霊装にして、メッセージ変えよう。なんかあるかな。ガッツを持っている。ガッツを、そうだな。で、攻略しようは最後だから、あ、強化解除かな？それで良さそう。強化解除どこ？いや、これちょっと探すのがめんどくさいなとは思うけど。強化解除、ここら辺じゃないかな？わかんねえ。構成、分類、効果系、あ、効果系じゃね？俺、ごめんね。あの、もしかしたらちゃんと書いてるのかもしれないんだけど、地味にね、こういうのちょっと見るの大変なんだよねっていう。強化無効したんやけど、こんな、あれ絶対ここにあるはず、あった、強化解除を持つサーバントで攻略しよう。お、いいじゃないっすか。ちゃんとなんか理にかなってる感じがあっていいっすね。まあ、正直黒聖杯とか持っていくっていうのが一番いいんだけど、まあまあそこは仕方がないというので。けどこれ芯までしかないの？俺思ったんだけどさ、これ試験的にさ、8月いっぱいまでやるって言ってるけど、単純にこれ、ナンバー4以降
できねえからっていう理由で、もしかしてというか作ってないからっていう理由で3までしかない試験的な運用にしてんのかな。うん、言わぬが花が感じがしてきたぞということで置いときましょう。で、あとどっか難所ある？正直1ってそんなにしんどいところないんだよね。で、ロストベルト123に関してもあんまり記憶にないんだよな。まあ、けど4とかになるとバッタさんとあれ空想獣が戦うとかでちょっと大変になったりするんだけど、ゲテルはダビで育成してたら別に勝てるしな。ちょっと何があったか見てみるか。なんかあった？空想獣、別に空想獣そんな大変じゃないんだよね。するとフェンリル戦、いやけどずっとこれ石投げとけば勝てるんでそんな難しくない。ってなるとアナスタシア戦かな。アナスタシアカドック戦とかはもしかしたらしんどい人いるかもね。ってなった時に、ブレイク時、ブレイク時に、なんかあるかな。ダメージあった。宝具なんだよね、宝具。なんかない、なんかいいのないの。わ、これ普通にさ、あの自分で打たせてくれないかな。今思ったわ。あの普通にさ、打った方が早い。ブレイク時宝具マックスとかないの。死亡時3ターン7ターンとか関係ないんだよな。いらない、敵無限、違う、敵無限じゃなくてブレイクコーブレイクブレイク行動か。じゃあリセット、ブレイク行動、宝具、注意とかあるかな。注意ってある。は等倍だ、は危険だ。日本語は変。ブレイク行動で宝具でとかないの。でとかないの。ないか。ブレイク行動で宝具に注意しよう。ブレイク時とかなかったっけ。これブレイクもっといいのない。ダメージを受けた時、いやブレイク行動じゃないな。あできた。あ、ちゃんとこれ残ってるんだ。あ、残ってたの消しちゃった。まあいいか。もう一回、アナスタシア戦行って、よし。ブレイク時、ブレイクどこにあった。もうちょっと待って、マジわかんなくなっちゃう。あのさ、使用、もうちょっとわかりやすくしてよ。このゲームがよ。急に切れるっていうね。まあそういうのは良くないと。ブレイク時、あれ宝具って言葉どっかにあったよな。ここら辺にあったっけ。攻撃強化じゃなくて妖精、違う。宝具。スキル強化、スキル、A 宝具、あった、宝具。ブレイク時、宝具に注意しよう。いいですね。で、誰かな。まあ、ある程度ライダーなんでね。ライダーだったら、まあ、素直に、このオジマンディアスっていうキャラクターが最強なので、置いときましょう。はい。というので、そこの場所に行ったら、まあ、このサポーターが活躍してくれるかもね。って感じらしいですね。はい。まあ、正直どうなんだろう。まあ、めっちゃ使われる未来はあんまり見えないけども、まあ、ただここってこういうところなんだっていうメッセージは置くことができるんで、どちらかっていうとこれの方が大事になるかもしれない。ただあのメッセージ文が出て、あのこれが出るじゃないですか。あの初見攻略で楽しんでる人たちさ、ネタバレされるって考えるとさ、メッセージいらん説あるかもな。まあただまあ書いといて親切なのは確かなんだけど、どうなんだろうね。小さな親切、余計なお世話みたいなこと言ったりとかするんでね、ちょっと何とも言えないんですが、
まあやりたいことは分かったということで、まあフレンドポイントとかね稼ぎたいなって思う方に関してはこの機能を使ってみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。でなんかメッセージでネタバレされたクソガーとか言われる危険性があります。正直それめんどくせえなって思うんだったらこのメッセージのところを消しといて、あのその時に合うキャラクターを持ってってあげるといいかもしれないです。まあ自分はもうなんとなく作ったということで、まあ一応置いとこっかな。うん、どうせだったらまあいや、うん、せっかく作ったんだしね、置いといていいかなと思うので、うん、あの皆さんね、もし作りたいなって思う方がいるんだったら、作っといて損はないんじゃないかなと思います。ただ正直この機能に関してどこだったっけな、遊びやすくなる機能ここだったっけな、一応ね期間限定で8月31日までなんで、めんどくさい方はやらなくていいかなと正直思います。っていうのでいいかな。はい、ただこれに関しては確かフレンドポイント結構もらえるみたいなこと言うてたはずなので、あ、これですね、フレンドポイント100もらえるということで、フレポ欲しい方は置いといて損はないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。